今回は日本だけでなく様々な国で採用された機関銃であるビッカース銃機関銃について解説します。この機関銃は第一次世界大戦と第二次世界大戦の両大戦を通じて運用されたイギリス軍の正式銃機関銃でとても有名な存在です。ビッカース銃機関銃の概要と構造。この機関銃はメトロポリタンビッカース社製の水冷式銃機関銃で、弾薬は英国陸軍の正式小銃であるイーエンフィールド銃と同じ303英国弾を250発の布製リンクに装着したものです。この機関銃は非常に頑丈で信頼性が高く、戦場ではビッカーズ銃機関銃銃長が12時間連続して射撃し、合計100万発を発射したこともあります。この機関銃の重量は種類によって異なるのですが、一般的には機関銃本体が11から13キロ、三脚が18から23キロ、布製リンクに装着された250発の弾薬が入った弾薬箱がそれぞれ10キロです。砲身は水冷式で 4.3 リットルの冷却水が砲身の周りにあるウォータージャケットに入り、射撃で熱を持った砲身を冷やしています。ウォータージャケットにはゴム製と思われるパイプが取り付けられており、ウォータージャケットから放出された水蒸気を水に戻すコンデンサーにつながっています。水が手に入りにくい戦場、特に第二次世界大戦の北アフリカ戦線のような砂漠戦では、この装備が特に重要でした。それぞれの機関銃は、6、8人のチームで運用され、射手と装弾手が1人ずつ、残りの4、6人は、機関銃の運搬やスペアパーツ、メンテナンス用品、弾薬の運搬などを補助しました。ビッカース銃機関銃の歴史。ビッカーズ銃機関銃は、1884年にハイラム・マキシムが開発したマキシム機関銃をベースに、軽量化やマキシム機関銃をベースにしたマズルブースターの追加などの改良を加え、1896年にビッカーズ社が完成させたものです。英国陸軍は、1912年11月26日に、ガンマシーンマーク1ビッカース3用3インチの名称で正式採用し、しばらくはマキシム機関銃と併用していたといいます。第一次世界大戦。ビッカース銃機関銃は、まず第一次世界大戦で使用されました。主に、分隊単位で突撃支援に使用されたルイス軽機関銃に対抗して、中隊単位で運用されました。基地防衛を担当するビッカース銃機関銃が、イギリス陸軍の標準的な機関銃となり、1916年8月までに100個の中隊が機関銃隊の隷下で機関銃中隊として再編成され、歩兵大隊または騎兵連隊に1個の機関銃中隊が置かれました。1916年8月までに100個の中隊が機関銃中隊として再編成され、歩兵大隊または騎兵連隊1個につき1個の機関銃中隊が配置されていました。この機関銃が用いられた戦いで特に有名なのは、ソンムの戦いです。1916年8月24日、フランスのソンム県での戦いは、ビッカーズ銃機関銃がいかに丈夫なのかを証明するものになりました。当時のイギリス陸軍には、ビッカースマーク1を専門とする機関銃部隊が組織されていました。同軍団に編成された第100中隊は、特定の地域で12時間機関銃を撃ち続けるという任務を受けたのです。目的は敵の通路を遮断してその地域を確保することでした。そこで第100中隊は支配地域から約1400メートルから1800メートルの範囲に一定の間隔で機関銃の陣地を設けました。ビッカース銃機関銃は各銃座に1丁ずつ計10丁が配備され、銃座には大量の冷却水、弾薬、球弾ベルトなどが用意されました。発射が始まると、各銃は1時間に平均8000発から9000発、多い時には1万発もの弾を発射しました。冷却水や弾薬がなくなるのは目に見えていたので、中隊員や特別に派遣された兵士たちは尽きないように運び続けました。砲身も供給され、
寿命が来れば交換されました。正常に作動すると想定した場合、ビッカース銃機関銃の寿命は8500発から1万発でした。単純に1時間に1本かける10とすれば、12時間で約120本の交換用砲身が必要になります。この戦いでは、12時間の制圧射撃の後、各砲座の横には薬莢の大きな山が築かれ、10門の砲が合計約100万発を発射しました。しかも、長時間の射撃中に重大な故障を起こした砲はなく、各砲ともまだ射撃可能な状態であったといいます。第二次世界大戦直前。第二次世界大戦直前まで、ビッカース銃機関銃の更新が試みられ、チェコスロバキアの 7.92mm ZB53 銃機関銃を競合とする比較試験が行われました。ビッカース銃機関銃は、歩兵用の銃機関銃としても引き続き使用されました。第二次世界大戦終了後も、朝鮮戦争や第二次中東戦争などで使用されました。また、この時期には、7.62mm ナトー弾が使用されていた可能性もあります。その後、1968年5月30日に英国陸軍では完全に退役しましたが、インド、パキスタン、ネパールで現在も予備兵器として保管されていると言われています。ビッカース銃機関銃を航空機関銃として。ビッカーズ銃機関銃は戦闘機に搭載する機関銃としても活躍しました。第一次世界大戦で活躍したソッピースキャメルやスパッド13などの戦闘機に搭載されてからは、1916年以降、英仏の戦闘機の標準的な武装となりました。このような戦闘機に搭載されたビッカーズ銃機関銃は、ビッカーズ303インチ航空機用機関銃と呼ばれ、1916年以降のイギリスやフランスの戦闘機の標準的な武装となりました。この機銃は、プロペラ同調装置とともに、戦闘機の機首上部に取り付けられ、砲身周りのウォータージャケットは、水を使わない空冷式に変更され、冷却のために空気を入れる穴がたくさん開けられました。航空機関銃には、遠隔操作で、戦闘機の胴体に固定された E 型、クラス、E と、旋回可能な砲塔に搭載され、車種が直接操作する F 型、クラス、F がありました。その後、第二次世界大戦前には、戦闘機の機銃は、機首から翼の内側に移され、ビッカース銃機関銃は、軽量で、発射速度の速いブローニング303航空機用機関銃に変更されました。また、ビッカース系機関銃は、第二次世界大戦中、いくつかのイギリスの爆撃機や攻撃機に使用されました。また、ビッカース銃機関銃は、大日本帝国陸海軍でも使用されました。ビッカース航空機関銃を、それぞれ、陸軍では8旧式固定機関銃、海軍では、非式 7mm 七固定機銃としてライセンス生産し、戦闘機に搭載する固定武装として使用したのです。なお、これら機関銃は、同じビッカース E 型を導入したものでしたが、使用弾薬が異なり、弾薬の互換性はありません。ビッカース銃機関銃の派生型。ビッカース銃機関銃には派生型がありました。代表的なものとして、5062ビッカース銃機関銃が挙げられます。この機関銃は、イギリス海軍艦船の対空機関銃として設計された、大口径の弾薬を使用する機関銃でした。一般的には、全周囲旋回と、プラス80度からマイナス10度までの行深くを取ることのできる銃下に4超単位で搭載されました。1920年代に開発され、タウン級軽巡洋艦、大道級軽巡洋艦、カウンティ級重巡洋艦などに搭載されましたが、その後はエリコン 20mm 機関砲やボフォース 40mm 機関砲に換装されました。また、陸軍では一部の戦車に搭載されました。ご視聴ありがとうございました。もし、良ければ、もう一本、この日本の火力の動画をご視聴いただけると、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。